アレグレット迎えに来てやったぜ、ボルカ。ありがとう。みんなは？みんななら大丈夫。リタルダントで大切な仕事を任せてきたんだ。明日の朝一番の船でバロックに向かうことになった。俺たちの街、こんな風に見えるのか。うん。こうやって見ると、すっごい綺麗なんだな。うん。あの中にいると、ごちゃごちゃしてるし、汚れてるし、いろんな現実が見えちまう。そうなの？これが、ポルカから見た、俺たちの街か。悪くないな。でも昔はもっと綺麗だったような気がするの。明かりは今よりもずっとまばらだったけど。そうなのか。そっか、なるほどな。分かっちまったぜ。分かったの？空見てみな。
町の明かりが少なかった頃はもっと星が見えたんじゃないか。町が明るくなりすぎてそれが見えなくなった分、綺麗じゃなくなっちまったのかもしれないぜ。星、そうね、きっとその通りだわ。あのさ、ポルカ、その体は、調子は大丈夫なのか？大丈夫よ。みんなと一緒だと楽しくて、不治の病だなんて忘れちゃいそうになるの。私、思うの。もし魔法が使えなかったら、こんなに誰かの役に立ちたいって思えなかったかもしれない。そうしたら、旅に出ることもなくて、アレグレットにも出会えなかったかもしれないって。そうなるのかな。そうよ。だからこの力には感謝しなくちゃ。どうかした？誰かのためにって言ったよ。けどもっと自分のことを考えたっていいんじゃないか。え？もっと自由にさ、やりたいこととか行きたいとことか言ってくれよ。ううん、私はみんなと一緒に旅ができるだけで十分。なんでそうなんだよ。お前もうすぐ死ぬかもしれないんだぞ。ごめん、俺。分かんないんだ、ポルカを死なせたくないけど、俺に何ができる？どうしたらいいんだよ。ごめんなさい。え？私のことでこんなにあなたを悩ませていたなんて。いっそのことこの崖から飛び込んでみようかな。そしたらまた新しい人生が待ってるかも。待て待て、ポルカ。どうしたの、アレグレット？そんなに焦って。本当に落っこちちゃうと思った？いくらもう長くは生きられないって言ってもそんなことはしないよ。でも本気で止めてくれてありがとう。ポルカ、じゃあ私が飛び込む代わりにこの大切な石に身代わりになってもらおうかな。どうか海まで届きますように。何を投げたんだ？私の宝物。私の身代わりにはぴったりでしょ。ただの珍しい形の石なんだけど。なんだ、石か。そんなもんが宝物なのか？珍しい形の石って言えば、俺もさっきイタルダントの浜辺で拾ったぜ。ほら。今捨てた石の代わりに今度はこれを持ってなよ。絶対こっちの方が珍しいよ。だってこんな変な形なんだぜ。絶対捨てちゃダメだぜ。
なんつっても俺が初めて女の子にあげた大切なプレゼントなんだから。じゃあな、明日港で。船の時間に遅れるなよ。どういうこと？こんな偶然ってあるかしら。こんなに珍しい形の石が2つもあるなんて。いいえ違う、これは全く同じものよ。ずっと持ってた宝物だったんだから間違うはずがない。重さも手触りも何一つ違わない。でも私が捨てる前にアレグレットは浜辺で拾ったことになる。珍しいから宝物なんじゃない、大好きな人からもらったから宝物だったんだ。それと同じ形の石をアレグレットが私にプレゼントしてくれた。大好きな人からもらった宝物、アレグレットからもらった宝物。
やっぱり川に落とされるよりこっちのが断然快適だな。当たり前さ、あんなのもうごめんだね。おーい、ホルカー、アレグレット。おや、少し見ない間にお二人は随分仲良くなったんですね。別にそんなんじゃ。ビタルダントで厄介な仕事を私たちに押し付けた甲斐はあったわけだ。仕事を押し付けた？過ぎたことよりこれからのことを考えた方が建設的なんじゃないか。なるほど、それは一理ありますね。そうだね、私はアンダンティーノに入るよ。俺もジルバに協力する。王子だかなんだか知らないが、バロックのやり方はやっぱり勝手すぎるぜ。でもクレッシェンド王子は戦争を避けたいだけよ。その考え方は立派だけどね、理想だけじゃ抗風薬で苦しめられてる人は救えないよ。その通り。まあその辺はジルバが先に話つけちゃってるかもしれないけどな。ホルカさん、誰かの役に立つって難しいことなんですね。今私にできることって何なのでしょう。何をなすべきか不思議だ。私の夢でありながら、もはや私にすらこの先起こることがわからない。ならばこれは、やめたやめた、またビリだ。何言ってんだよビオラ姉ちゃん、3位じゃないか。銅メダルだべ、立派なもんだべ。お前ら私に喧嘩売ってんのか。3人中3位じゃないか。そういうのは銅メダルなんて言わないんだ。そんなことないよな。ほらサルサ、なんか言ったれ。そうだべ、豊島姉ちゃんがいないと。ん？おい。ああそうだったべ、ビオラお姉さまが一緒に遊んでくれないとダントツでつまらないだべだべ。お前たちいつからそんなに息が合うようになったんだ。まあいいや、気が向いたらまた一緒にやってやるよ。おいサルサ、万年ビリのビオラ姉ちゃんが抜けちゃったじゃないか。ちょっとは負けてやれよ。そっちこそちょっとは手を抜くだべ。あんまりずっと銅メダルだと豊島姉ちゃんもう一緒に遊んでくれないかもしれないだべ。はあ、バロックについてもう1週間になるのに。ジルバさんとキャプテンは一体何を話してるんだ。まったくだべ、もうトランプも飽きたべ。奴が動いてからじゃ遅いんだ。現に抗風薬で大勢の人が命を落としている。その元凶を取り除かなければ絶対に解決しないんだ。戦争なんて意地の張り合いさ。少しでも相手より上位にいたい、その気持ちが互いにある限りこの追い越し合いが無限に続く。そして
そのことに集中するあまり、他の重要なことが覆い隠されている。結局自分がどこまでエスカレートできるのかという問題にすり替わってしまっているんだ。本人は相手と戦っているつもりなんだがな。どちらが勝つとか負けるとか、そんな単純な話じゃない。知識を持った子供の喧嘩は恥ずかしいよ。一つ一つの事柄を排除して残ったもの、それがどんなに信じがたいことであっても、その真実からは逃れられない。俺は信じてしまったんだ、クラベスがスパイでない可能性を。今思えば無意識に自分の都合のいい方へ考えていた。それが彼女を死なせてしまった原因だ。自分自身を信じられないことに対する負い目をクラベスを信じることで埋め合わせていたんだ。あなたは違うのか。あなたには俺と同じ間違いをさせたくない。知っている。ずいぶん前から気づいているさ。私のすぐ近くにもポルテのスパイが潜り込んでいることなど。なんだって、一体誰なんだ。ジルバン、少し一人で考えさせてくれないだろうか。私なりの答えを出したい。君がどちらの人間かはそれほど問題ではない。一つ確実に言えるのは、君の言っていることが正しいということだ。君がワルツ伯爵とつながっているのは知っていた。君はバロック側から戦争を仕掛けないようにする役目を担っていたのだろう。バロックが攻めてきては困る。だからワルツ伯爵は君を送り込んだ。しかしそれは逆に言うと、今ならばフォルテを叩けることを意味する。君が戦争を否定すればするほど、私は確信を深めた。しかし、そんな理由で戦争を否定しているのではないことはよくわかっている。私には全く反論する言葉が思いつかない。そこに気づいた時、アンダンティーノに力を貸すことの大義がなくなってしまったのだ。そう、もう意味がないのだ。もっと新しい解決方法を見つけなければならない。なあ、そうだろう、セレナーデ。Thank you.
なあ、ポルカはおまじないとか信じるのか？はい、すぐに信じてしまうんです。じゃあ私がいいやつ教えてやるよ。こうやるんだ。こう？このおまじないはよく効くし、やり方も簡単なんだ。どうするんですか？好きな人にこうやって手を見せるだけでいいんだ。そうしたらその人と相思相愛になれるっていうおまじないさ。簡単だろ？え？本当ですか？本当さ、効き目もすぐに現れるよ。どうだい？アレグレットあたりで試してみなよ。もうビオラさんたらからかわないでください。ジルバ、会議とやらは終わったのかい？いや、大事な決断だからな。そんな簡単には決められないだろう。一人で考えてみるそうだ。もう少し時間がかかりそうだから、明日はちょっとバロック城の周りでも散策してこよう。それより、そんなまじない聞いたことないぜ。そりゃそうさ、今考えた私のオリジナルなんだから。特許でも取ろうかしら。あんまり適当なことを教えるなよ。効き目なんかあるわけないけどさ、ちょっとだけ勇気をあげたんだよ。あの二人あんまりじれったいから。ま、ほどほどにな。勇気が欲しいのはこっちさ。そういえば。何よ？ビオラはいないのか、そういう人。何言ってるんだよ。いつも一緒にいるじゃないか。アルコ、おいで。ファルセット。はあ、今回もまた私は3人中の銅メダルか。こんだけビリが続いたらいつもなら怒っていなくなっちゃうのに。いいんだよ、私は銅メダルが似合ってるんだから。そこに気がついたんだ。のんびりできるのも今日が最後。明日は出かけるってジルバが言ってたからな。さあ早く配ってくれ。なんか怖いだべ。こりゃ実はすごい作戦かもしれないぞ。ちょっと動揺してきちゃったよ。銅メダルも居心地は悪くないんだよ、意外とね。ん？バロックとしてこれからどうするのか、一人で考えてみるそうだ。結論を出すにはまだ少し時間がかかるだろう。その間、バロックの周りでも歩いてみよう。
何？どこのどいつだ、突っ込んでろ。No! Hit the ground!
見事だ。はっはー、いいぞ。悪いが容赦せんぞ。やっ、ドア、チャンスだ。ざまあないな。アースグラス、ありがとう。オレンジキュア、よし。切れぬものはない。
手堅くいけ、力を惜しむな。私にだってできるはず。知らなかったのか？俺たち強いんだぜ。どこのどいつだ？突っ込んでろ！手や！たら！手！ファントムウェイ！おさらばだな！アースグラス！
覚めたか。ファントムウェイブ、おさらばだな。シェイドコバルト、よし。できたね。焦って勝負を急ぐなよ。テイヤファイヤーウェーブ、ざまないな。オレンジキュア、アースグラウンド、ありがとう。よし、そこ、どうだ。
正々堂々叩いて飲めず。剣は折れんぞ。正々堂々叩いて飲めず。アースグラス。ありがとう。オレンジキュア。よし。おお。なあ、ゲートガイド。このままだ。いいだ。どうだ。どうだ。せいや、オイドエッジ。負けないな。
今ので足りたか。手応えが欲しいね。手堅くいけ。力を惜しむな。行こうぜ。あら、今あそこの扉に誰か入っていかなかった？え？そうかい？僕にはわからなかったけど。こんなところに人なんて誰もいないだろう。そうかしら。何か女の人のような感じだったけど。